杉並区阿佐ヶ谷の道端にアート作品を飾り、夏のひとときを楽しんでもらおうと、2017年から阿佐ヶ谷七夕祭りと合わせて開かれていたバタアートエクシビション。今年は新型コロナウイルス感染症対策などを考慮して、ウェブ上に仮想美術館を開設し、展示やワークショップ、ライブラリー公開などのアート活動を展開することとなりました。仮想美術館は10月の開設を予定しており、現在この仮想美術館のバーチャル空間に飾る七夕飾りを募集しています。定員は抽選で50人、締め切りは来月10日月曜日まで。ご覧の宛先までメールで応募してください。当選した方は願い事を手書きで書いた短冊画像をCG で合成して仮想美術館に展示することができます。また来月11日火曜日と12日水曜日には、杉並区役所を会場に杉並区に伝わる七夕馬や紙のスタードームなどを作る夏休みワークショップを開催する予定です。応募方法などを詳しくはバタアートエクシビションのホームページをご覧ください。今年の夏は本当に楽しいことがなかなかできない中で、このバタアートエクシビジョンさんのように夏に楽しんでもらえる企画を考えてくれるっていうのは本当に嬉しいですよね。